主人様、本橋メイドベア。ご主人様こんばんは。アトリエミミ、ですね、メイドリフレで働いているラビと申します。とですね、今日もですね、大阪の日本橋アトリエミミで現役メイドとして働いている私ラビが日本橋の最新情報をお伝えいたします。それではですね、まず最新の最新、まず最新の情報は私の引っ越しです。近況報告なんですけど、ブログ見ていただいてた方は分かってると思うんですけれども、実は7月の初めにですね、引っ越しということで、6月の半ばぐらいからずっと準備はしていたんですけれども、7月1日から無事に住むことができました。もうですね、大変ですね、引っ越しって。もうなんかイベントですね、これ。もうなんていうのかな、物が多すぎて大変だったんですよ。オタクだからだと思うんですけれど、私はオタクだからものすごくたくさん物を持っているっていうのは、オタクだからっていうのを限定してしまうのはですね、ちゃんと理由があるんですよ。まず漫画の本持ってます。で、 DVD 持ってます。で、CD も買います。そして私はコスプレイヤーなので衣装も持ってます。で、衣装を作るための設定資料集、これね、分厚いんですよ。大概これぐらいのでっかい、漫画の本みたいにちっちゃいのじゃなくて、これぐらいのサイズで、で、分厚い、人殺せそうなサイズなのもあります。そういうのとか、あともう他にも小物とかでもって、ミシンあるじゃないですか。で、裁縫道具と布切れ、布切れって結構重いんですよ。そして同人誌、もう同人誌もたくさんありすぎて結構捨ててきたんですけど、やっぱりまだこれは読みたいなっていうのがあって、紙袋が3つ4つ分になりました。これでも少ない方です。友達なんてもうなんか段ボールが5、6箱埋まってるとか言ってるぐらいですから、相当ですよ。あんな同人誌って大概太い本もありますけど、大概薄いんですよ。大概30ページとか、少なかったら15ページとか、本当になんか少ない時はコピー本みたいなのもありますから、もうすごい薄いやつがすごいもう束になってあるわけです。で、思ったのが、布と紙は重い、繊維は重いっていうことを実感しました。毎回毎回もう日曜日になったらこう衣装を詰めてですね、靴とか詰めてこう出かけるわけですが、その時も重いなとは思ってたんですけど、もうその日じゃなかったですね。マシソイなんですよ、結構ここら辺とか内身とかもう足とかもうすごい隠れてるんですけど、実はここら辺打撲とか擦り傷とかいっぱいいっぱいあって、もう2ソックス以外私は多分履けないんですよ。ここぐらいまで、結構太ももあたりまでありますからね。なんかいつの間にか切れてるんですよね、切り傷って。よく書類とか同人誌とか紙とかをこう整理してるときに、ふっと気づいたらここら辺血みまみれなんですよ、おたーって。あれっていう感じで気づくことってないですか。そういう感じのやつがいっぱいありました。ここと、ここと、あとここのなんか皮も切ったし、3、4回ぐらいそれありましたね。でも血つけるわけにいかないから、なんかすぐに洗いに行きましたけど、あれいつの間にか切ってますよね。なんか大変でした。そんな感じでもう二度と引っ越しなんかしたくないです。もう本当にありすぎて、同居人にびっくりされたんですよ。怒られましたよく。まあでもね、オタクのラビ、コスプレイヤーとしても大切なものばっかりなので、これからも大切にしていきたいと思います。これからも増えるんだろうな。というわけでゲストの紹介をいたします。今回もですね、ゲストが来てくださってるんですよ。実は今回大物ですよ。では登場していただきましょう。宇野山さんです、どうぞ。こんにちは。宇野山さんです。お年とかっていくつでしたっけ。失礼いたしました。俳優の宇野山さんです。はい。
すいませんでした。やっと言ってくれましたね。すいません、大切な人を。そこだよ、その一点。私ったら申し訳ございません。俳優の女山です。はい、俳優の女山さんです。申し訳ないです。すいません、早速なんですけれども、はい、お年とかっておいくつになられたんですか？1945年生まれで。45年。はい、60、今年4です。64ですか？はい、若いですね。若く見えますね。はい、うん、すごく見えます。でもね、朝ベッドで目が覚めるとね、はい、体が痛い。ああ、ちゃんと年齢は感じてますね。あらら、いやいや、でも全然そんな風に見えませんよ。今ちょっと素でびっくりしました。大体の年しか聞いてなかったんですよ、うん、今まで実は、うん、で、まあ、年齢も聞いてくださいねってことで台本にこう書いてあるんでこう言ったわけですが、ちょっとびっくりしました。若いですね。というわけでですね、実はな、最初はちょっとどうなることかと思いましたけれども、笑うととっても可愛らしいおじさん様になる宇野山さん、ね、よろしく、はい、よろしくお願いします。よかった。プロフィールを紹介していきます。実はですね、大阪のバンドとして有名な、古谷隆さんの、そうです、はい、ザ・フレッシュメンのベーシストだったということで、はい、そうなんです。はい、一番関西で、はい、ジャズバンドといえばもう古谷さん、はい、アルプサックスのね、はい、トップなんですけど、はい、まあ、そのバンドに入るために頑張ってたという言っても過言ではないと。あ、そうなんですか。うん、その前はね、グルーヴサウンズブームなんていうのがありましてね、はい、加賀哲也とリンド&リンダースというグルーヴサウンズがあって、はい、そこからメジャーな道に入ったんですけどね、たまたまそのグルーヴサウンズのバンドと古谷さんがいたバンドが同じ事務所だったの、はい、それでまあ顔見知りになってね、でそこからまあ技術的に上手くなった頃に27歳でしたけどね、声をかけていただいて、はい、入ったんですよ、はい、そんな若い時にそんなトップな方とご一緒に、うん、はい、そうですね。でも僕らの時代はね、もう20代後半はもうその道ではもう一人前でないとおかしいくらいの感じだったね、はい、そうですか、うん、すいません、うん、古谷隆さんなんですけれども、はい、どんな方だったんですか？とにかくね、一度楽器を鳴らし出すとね、はい、もういいというまで吹き続けるぐらいのフレーズと深さと、うん、テクニックのある人でね、今テレビの、ね、コマーシャルに出てますよ、何だったかな、うん、サックスを吹きながらね、画面にこうちゃんと映っててね、でとってもいい年の取り方をされてね、見かけもね、とても魅力的です。だから僕より10歳ぐらい上なんでね、だから僕もああいう風に年を取りたいなと、うん、頑張ってますよ。目標なんですね、うん、こうもう何十年も経った今でもやっぱり目標の人であると、うん、そう、やっぱり、ね、やっぱそういう生き方しないとね、はい、やっぱり後輩から、人生の後輩から、あんな年の取り方だったら俺も年ね行ってもいいなというようなね、やっぱり生き方をこう先輩に見せられるとね、やっぱり自分もそうしないとというね、引き継ぎみたいなもんね、人生の引き継ぎですか、そういうのはやっぱり役目だ、人間、年取った人間のね、はい、うん、だから後輩がね、今だから50代ぐらいの人が僕を見て、あ、若いな、いいな、ああいう生き方したいなというふうにこう思ってもらえるような生き方ができればいいな、でそれをこう貫いていくというね、